はい、どうもこんにちは、のの井です。本日も数学の問題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2008年度の早稲田大学の入試問題です、えー。範囲は数3の微積分ですが、関数方程式、微分法、えー、と微分係数の定義と関数方程式ですかね。はい、まあ、標準的な問題だと思います。4番だけちょっと難しいかなと思いますけど、それ以外はまあ、標準的な問題かなと思います。 えーとだからできることだったらえっ、ー、と関東したいですけれどもまあ3番まではマストで関東できればなと思いますねはいそれではやっていきたいと思いますえっ、ー、と1番はえっ、ー、と簡単なので省略していますえっ、ー、と F0 が0ということですねまあこれ0代入すればえっ、ー、とできてしまうので x イコール関数方程式に0を代入して、えー、F0 イコールえっ、ー、と e の0乗 ですね、つまり1ですよね。たす F0 で、えー、と2倍の F0 って出てくるので、えー、それで F0 が0ということが分かります。まあ、これが1ですね。えー、まあこれ使うことになるのでっ、えー、とで出しておきました。で2番からいきます。えっ、ー、と E の x 乗マイナス1分の fx イコール E の2分の x 乗マイナス1分の f の括弧2分の x が成立することを示せと。 f のところに2分の x ってが入ってるってことに着目してください。えっ、ー、と元の式のところにこれ x 何を入れてもいいんで x に2分の x 入れることができますよね。だからその、えー、と元の関係式ですね高等式に x に、えー、と2分の x を代入を代入するとおどうなるかというと式を書いてみますね。これ、えー、2x は、ね、x になりますよね。 で、えっ、ー、と、e の x 乗のところが二分の x 足す一になって。f の括弧二分の x になるということですね。これが。得られる関係式です。で、この式を。えっ、ー、と、f x この左辺見ると、e の x 乗マイナス一で割ってますよね。だから、両辺 e の x 乗マイナス一で割りましょう。両辺 e の x 乗マイナス一で割ると、こういうふうになります。 まあ,あの分母が0にならないところで成立するしているという式と見ればいいわけです。で、えー、と問題の式に続けるためにはこれ、えー、と因数分解ができることに気が付かなきゃいけないですね。e の2分の x の2乗になるのでプラス +1 と e の2分の x 乗マイナス1という形に因数分解ができて e の2分の x 乗足す1というものと。 同じものがあできますこうですね。でここで約分すればいいだけです。そうすれば、えー、とこれは、えー、と E の2分の X 乗マイナス1分の F の2分の X という形になって、えー、統合が成立するというわけですね。これが、えー、と右辺になってくれます。ですね。これで証明が終わりと。 えっ、ー、とまあこれ左辺から始めたわけじゃないですけど、まあ、結果的にこれが左辺になっているわけですこれが結果的に左辺になっているので左辺イコール辺という形になっていますはいじゃあ3番にいきます3番は微分係数の定義を用いて f'0 が、えー、リミット h が0に向かう時の e の h 乗 -1 分の fh を示せということですね f ダッシュゼロの定義を考えてみてください。これはリミット h がゼロに向かう時の、えー、と h マイナスゼロ分の、まあ、h 分の f0 足す h だから f h マイナス f 0ですね。f0 はゼロなので、えー、とここにゼロが入って結局リミット h がゼロに向かう時の h 分の fh となります。 なりますよねでえっ、ー、とここに分母に、e、の h -1 っていうのが入っているので無理やりこれを作ってあげるしかないですよねだからこれえっ、ー、と挿入するわけですこうやって H を0に向う時の、e、の h -1 っていうのを FH のところの直後に持ってきます。 でその代わり帳尻を合わせるために、えっと、e の h 乗マイナス1分の h という形になるんですけどまあここの部分が極限値としてちゃんとおーある値に収束するっていうことが言えればえっといいですよね。まあでしかもこれ1にならないと困るわけですよね。だって、えっと、こ,れこれがこれが求めるものなのでこれになることを示せだからこれ1にならなきゃいけないわけですけども。 えとこれ結構よ,よく知られた極限値ですね。e の h 乗マイナス1分の h っていうのは、えー、と e の x 乗の、えー、と0における微分係数ですよね。これ h マイナス0分の e の h マイナス e の0ってかけるので、えー、と e の x 乗の、えー、と0度の微分係数です。だから リミット H がゼロに行くときの、これはえっと F' ダッシュのゼロってことです。Fx が E の x 上の時に。だから、微分して0代入した値なので1ってことですね。まあ、この極限値は計算できるようにしとかないといけないかなと思います。というわけで、1なので、これに等しいということになるわけです。こうですね。ということで、3番が、証明ができます。 いいですかはいじゃあ4番にいきます4番はえっ、ー、とパットミントどうやってやったらいいかっていうのがちょっと見えない感じがしますよねでえっ、ー、とうん使ってないものは何かっていうとえっ、ー、とこの2番の公式ですよねこれが成り立つことを示せって言ったこの2番の公式って 使ってないんですよ。えっ、ー、と、まあ使ってないですよね。だから、えっ、ー、とまあこれを使うことをまあ念頭にちょっと置いていくっていう感じですかね。うん、つまりえっ、ー、と、f、e、の x 乗マイナス1の えっと、f x ですけどもこれは、えっと、e の2分の x 乗マイナス1分の f の2分の x に等しいわけですよね。でこれって別にその x は2の x について0でなければ2の x について成立するので例えばもう一回使うことができるわけです。だから x に対して半分のものを持ってくれば。 これはえっと4分の x-1 分の f の x のとこに2分の x 入れればいいので4分の x になるわけですこんな感じでえっとどん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 こうイコールでつないでいくことができるわけですつまりこれえっと e の 2n 乗分の x-1 分の f の 2n の乗分の x っていう形になってえっと まあ n 無限大にすればこれ0に行くってことですよね。えっ、ー、と2の n 乗分の x っていうのを例えば h と置いて n 無限大にすれば h は0に行くわけです。X、がいくら大きかったとしたってえっといずれは0に行くわけです。X、を2位に固定した時にまあえっと n を無限大に飛ばせば0に行くわけですよね。ってことはこれはえっと。 まあ結局ここが0に行くってことはえっ、ー、と3番の結果用にこれ F'0 に行くってことじゃないですかえっ、ー、とつまりこれは E の H 分 -1 分の FH で H を0に飛ばしたときにこれは F' の0に行くわけですえっ、ー、と H が0に行くとにですかってことは えっと、結局 fx は、えっと、e の x 乗 -1 の f'0、えっと F 0っていうことが言えるということですね。でこれ、えっと、f0 を代入すると1-1、えっと、で、えー、f'0 で0になるわけですね。ということは別にこれ、えっと、0の時も含めて fx イコール E の x 乗マイナス1かける f 0と,という形にかけるっていうことですね。これで証明が終わりです。これ2の x で成立するということです。はい。証、え、明、ー、ですけども、一応これで線引いておきましょうか。これで証明が終わりということですね。えっ、ー、と、まあ。 そうです、ね、まあ全体的に、えー、誘導がついてるので、まあ、4番もなんとかなるかもしれないですけど、えー、と3番まではまあ,あのしっかりと取りたいですね。えっ、ー、とこの辺の変形とかですねえっ、ー、と H を挿入するこの E の H 乗マイナス1を無理やり挿入して、えー、とこっち側にこれ持ってくるっていうのはえっ、ー、と sin のところでもよくやる手法ですよね。よくサインシーター分の θ、えー、分の sinθ イ,イコール1を使いたいから θ、えー、を挿入するとか sinθ を挿入するみたいなことをやったりしますよね。それと同じ考えがここで使われてるっていう感じですかね。で、h 分の e の h 乗マイナス1っていうのは1に行くっていうのは常識にしておきたいところですね。はい、えー。2008年度の早稲田大学の関数方程式の問題でした。今日の授業は以上です。 ご視聴ありがとうございました。